皆さんこんにちは、俳優の飛田真帆です。今日はパルルとお送りします。さて、私は島村の伊藤店に行って買い物をしてきました。今日はそのお洋服をお見せしたいと思います。テーマを決めないと面白くないなと思ったので、島村で1万円以内2コーディネート以上ということで選んできました。まずこんな感じのベスト、これね2200円、消費税抜きで1万円以内。それからまたこれもベストなんですけど2700円、高い、島村価格じゃない、高いぞ。これ黒のワンピース1790円。そしてこちらキュロットみたいになってます。スカートみたいな感じでキュロットになっている1790円。そしてインナーに着れる T シャツ、ロング T シャツ990円。ということでこれを使ってコーディネートしていきたいと思います。ポイントとしてはシンプルな色だし、なので小物でコーディネートいろいろやってみようかなと思って、ここにずらーっと私服のバッグ、靴を持ってきました。シンプルなコーディネートで小物を買えるだけでこんな風になるよっていうことをお見せしたいと思います。では行ってみよう。はい、まず一つ目です。ブラックコーデ、これすごく可愛くないですか。この上のベストがちょっとダウンみたいになってて、キルティングみたいになってるんですね。でポケットがここについて、ちょっとシャカシャカする素材、これが大きめだから中はスリムにしました。このタイトなワンピース、だからお持ちのタイトめのスカートとかそういうのでもいいと思うんだけど、このワンピース可愛いなと思ったのが後ろにスリットが入っててちょっと可愛いと思いました。で足がこれぐらい出るっていうのもこれからのショートブーツの季節にとってもいいかなと思います。この襟がねこういう風に立ってる服の時は長い髪の人はまとめた方がパッと格好がつきます。無造作にまとめていいと思うんですけど、簡単にまとめるだけですっきりと襟元が可愛くなります。こうやるだけですっきりとしませんか。この立ち襟が可愛いんで、ここがねこんな風にキュッとなるんですよ。キュッと絞れるの、だからここで結んで絞った状態で着ても可愛いなと思いました。ふわっとするとこんな感じで細見えするし、キュッとするとちょっとギャザーが寄って可愛くなる。で開けて着るとストーンとまっすぐあのラインが出るので細見えします。で肩も程よくこう二の腕カバーで張ってるので、なんとなく太く見えない感じにはなってると思います。でここ真っ黒すぎるのでノンアクセサリーだと、まあ、スポーティーでちょっと可愛いとは思うんですけれども、こういうアクセサリーとかもしくはロングアクセサリーをすると違ってきます。これは意外と詰まっているチェーンのやつですけど、例えばこのこれザラなんですけど、チョーカーで長くなってる長めのラインのものを持ってきても可愛い、ちょっとアクセントになります。でもちろんシルバー系とかすごく合うので、シルバーのチェーン、そうするとここのホック、こだわる人はここのホックの色とかが違うとかって言って、気になる人は気になってくると思うので、シルバー系のロングで合わせるといいと思います。こんな大きいピアスとかやっても可愛い。こんな感じのちょっと大人カジュアルになると思います。でこれで靴はブーツはもちろん全然オールマイティーで綺麗めなカジュアルで合うと思うんです。でちょっとこれヒールがあるんですけど、ヒールがある方がもちろん大人っぽく着れますけれど、このような厚底の編み編みのブーツでも可愛い。こうするとカジュアルダウンしていきます。そしてもちろんスニーカーも可愛いです。スニーカーだとねポイントとしてカバンでまた明るめを持ってくるといいと思うんです。黒目で揃えるんだったらポイントでカバンを色味を持ってきてもいいんだけど、例えばこういう状態もとっても可愛らしいと思うんですけれど、ここでカバンをカジュアルにしたりするとまた違ってくるね。
例えば黒のシンプルなこういうバッグとかで普通に可愛いなという感じじゃないですか。でこれ斜め掛けで街でよくこうガツガツ歩くとかそういう時も斜め掛けとかのバッグがあると便利ですよね。このバッグはね、ふみこださんのバッグでとても便利なんです。こんな感じで手放していいですよね。こういうトートでも可愛いと思います。これバレンシアガのトートなんですけど、こういうのでカジュアルにスポーティーに行ってもいいかな。ちょっと色を入れるといいかなと思います。同じような色とか普通だけ、例えば白にしちゃって全身黒だとなんとなく足だけ浮いちゃう感じなので、カバンにもなんとなく色を入れた方がいいです。足元白っぽくするときは、全身黒で足元白っぽくするときは上にもなんとなく白とか同じような色を入れた方がいいと思います。で今アクセサリーシルバーなんだけど、私これ気に入ってて、何年か前にローズバットさんで買ったの。こういう風にも持てるんですけど、チェーンがついててふわふわがついてて、で斜め掛けもできて、これすごい便利で冬になると気に入ってかけてます。これ自体でも可愛いから、例えばベストを買える、今日買ってきた、今回買ってきたベストでフリーにしてもすごく可愛いと思う。めちゃめちゃカジュアルダウンなるし、どうでしょう。これも髪はまとめてもいいし下ろしてもいいかな。これは襟がないので下ろしてもいいと思います。これだと例えば黒のバッグ、これはねユニクロなの、2年ぐらい前かな、持ってらっしゃる方もいると思いますけど、これもなかなか便利で、こんな風にカジュアルでいけます。でもこの黒で例えばローファーにしてガラバッグ、なんかこんなコーデも可愛いかも。こういうアクセントになるかな。これブーツでもいいし、普通のこういうフラットシューツでも可愛いと思います。これジュエリーはゴールドの方が可愛いですね。あ、この場合多分パールっていうのもありだと思う。こうします。この襟のある時はちょっと髪まとめます。そしてパールありじゃないですか。いかがでしょう。ちょっと大人っぽいコーデになりました。これでそうだな、ブーツに変えても可愛いね。本当にアクセサリーだけでとか靴だけで随分表情が変わるので、いろいろ試してみると楽しいと思います。パールにしてこんな感じ。あとちなみにこれはマニラグレースっていうブランドです。こんなちっちゃいバッグもついてて、マニラグレースって柄物をよく出すんですけど可愛くて、私がしょっちゅう持ってる虎の柄のバッグがあるんですけど、めちゃめちゃヘビロテしたんですけど、それもマニラグレースさんのかな、多分。定期的に買ってます。これゼブラガーラットドット、これね何年ぐらい前か、3年ぐらい前になっちゃうのかな、母からのお下がりでカルチャのバッグを、これを修理屋さんに出して綺麗にしたんですね。傷がいっぱいあったんですけど、それを直して愛用してます。こういうのも今ちょっといい感じだなと思ったりなんかして、いかがでしょう。この黒に白とかだとパキッとしちゃって、一個だとびっくりしちゃいますよね。足元だけ白とかだけど、カバンとかだったらこの落ち着いた赤とか青とかでも何でもいいんだけど、落ち着いた感じの色物だったら1個投入でも全然いけるかなと思います。でパールもこっちもパールにするとすごいおとなしいクラシックな感じになるので、こちらはループとか違うイヤリングの方がよくて、もっとパールは大きくて長いやつでも可愛いし、何重にしちゃっても可愛いと思います。これもザラのチョーカーなんだけど、パールがついててとっても可愛いんですけど、こういうの重ね付けしても可愛いから、ちょっと華やか、夜のお食事とかもいける。これだと黒で落ち着いているので、上半身脱いだ時にお食事の時ってここからの上の印象じゃないですか。でこれだけ華やかにしてると、ニットだけど黒でジュエリーをこれしてるとすごく華やかになるので
いいと思います。なので昼間はアクセサリーを外して活動して、夜このアクセサリーをつけてお食事行くとか、そういう替えでもいいかも。バリエーションがあります。はい、じゃあ次また着替えます。はい、グリーンのベストのコーディネートです。これ3つとも島村さんなんですけど、ロンティー990円、これすごく可愛いと思います。で、これキュロットみたいになってます。一瞬スカートみたいにね、このラインで上がダボっとしているので、下スリムな例えばデニムとかパンツとか持ってくると、なんか何年か前に流行ったスタイルになっちゃうんです。だからなるべくちょっとこうふわっとしたものとかを合わせた方がエレガントだし今年っぽいかなと思います。で、これもちろんデニムとかでも可愛いので、この前買ったジーナシスの、あの何本か前にジーナシスアップしているのでぜひ見てください。このデニムとか合わせても可愛い。で、スニーカー履くとか。で、シルバーのアクセサリーにしてます。これは確かジーナシスかな。で、これはね、実はね、このループはね、3コインズで見つけたの。だから300円。これ可愛いと思って、はい、ちょっとひねった感じのピアスなんですけど可愛い。まずは黒いバッグ、これはアンテプリマのバッグですごく便利なんですね。こういうのをしても普通に大人っぽいコーディネート。そして斜め掛けももちろんカジュアルで可愛い。ここで、あ、白ブーツもありだと思います。白い T シャツとかを着ているので、白ブーツとかスニーカーとかが絶対合ってきます。この白ブーツはノーネームの白いブーツ、去年かな。これはで厚底なんですけど、すごく歩きやすくて、ノーネームの靴は意外と持っていてですね、これ旅でも履いてったんだけど楽でした。どうかな、これもちろんデニムでも可愛いと思うよ。デニムでも可愛いです。なのでこのようにいろんな組み合わせで楽しめます。スニーカーは絶対合うね。可愛いね。可愛い。このスニーカー気に入ってるんです。ナイキ。いろんな柄が入ってます。どうでしょう。いかがでしょう。こんな感じかな。さて、島村で1万円以内、2コーディネート以上、いかがでしたでしょうか。この回が面白いと思ってくれた方は、グッドボタン、そして、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。これからもいろんなコーディネートをお見せするので、ぜひよろしくお願いします。またねー。